こんにちは、Z チャンネルです。ジャンミカです。おばたです。今日は幕張メッセに来てます。イエーイ、広い、すごい、もう初のね、幕張メッセで A メッセというイベントに来ています。はい、キャンギャルの愛ちゃんの主催のイベントです。はい、ちょっとね、音がすごいんで動きましょう。はい、はい、other large duty free bag is placed up in the overhead compartment. はい、移動してきました。はい、とりあえずぐるっと回ります。はい、すごい台数だね。もうギチギチに入ってますね、この幕張の1から3ホールに、ね、全部で550台だって。うわ、すごい、すごいよね。なかなかこんなにぎっちり、ね、入ってるイベントってないですね。この規模のイベントはなかなかね。で、エントリー開始初日1日目で、はい、3000台エントリーの申し込みがあったんだって。3000台、ちょっとなかなか聞かないエントリーの数、ね、東京ドームとか借りた方がいいんじゃない。でもあれよね、やっぱり幕張メッセに車を展示できるっていうね、まあなかなかね、オートサロン以外では、オートサロンのやっぱイメージがあるじゃん、はい、だけなんかちょっと政治的な、野球で言えば甲子園的な、そういうイメージはあるんじゃないかね。はい、でもね、さっき俺ざーっと見てきたけど、はい、車もね、いいね。おお、確かに見た感じ、ね、ちゃんとちゃんとっていうか、ちゃんと、ね、今しっかり、うん、あのね、いつぞやのどこぞやの、はい、屋内イベント行ったじゃん最近。はっきり言っちゃうスタイルで行きました。ちょっと口が悪かったね。はい、ちょっと、あれはあれでね、かっこよかったんだと思うよ。はい、ちょっともうこの話あんまり広げないと思う。そうね、うん、じゃあどうする、これだけの台数じゃん、1台ずつは不可能よ。そうですね、気に入ったのをまず行ったりとか。まあ、でもね、いろんなジャンルがおるよ。はい、ね、今見ても86ね、はい、まあ、よくある感じのスタンス系の86ですね。86だったりボディーワークして、こういう懐かしいビップカーだったりね、かと思えばこういう、うん、ジャンルもなんかほんま、そうね、ほんま並べ方も結構俺、ね、ジャンルごとさっきから気になってる車があるんよ。はい、行ってみましょう。BM、 わー、これはかっこいい、かっこいい。これ、角のカクカクの時のやつ。俺ね、ジェットシティをオープンした21年前、はい、この方の BM ぶち打ったんよ。じゃあちょっと懐かしい、思い出というか、懐かしいんよ、感慨深いです。懐かしいんよ、かっこいいよね、これ。いや、やっぱね、この年式のこの丸めの BM がBM よね。BM って感じです。今はちょっと変わってきてるんで、そうそう、このデザインがやっぱり好きな人は本当に多いと思います。かっこいい。まあ、全部は見てないけど、はい、まあ、ちょっと歩きながら話そうか。そうですね。そうですね。じゃあ歩きましょう。はい。特にちゃんみかの気になるのがあったら、言ってね。はい、また FD。うん、FD おるんかな。いや、おるじゃろ。これとかもすごい、Z。ねえ。すごい。これはもういかちいよ、エンジンもね、こう綺麗にもうね、ピカピカにしてあるね。かっこいい。この間でも俺この L 型エンジンね、はい、オーバーホールしたよ。すごい。やるじゃろ。ジェットシティはやっぱそういうの。自分で言う、うん、FC、 FC、やっぱ FC はちょっと四角いじゃないですか、 FD より。ああ、ちょっとこう FD よりも男性的な感じがする。ああ、確かにね、まあ分からんでもないかな。かっちょいいです。あ、これもかっこいいね。サンルーフついてる、すごい、いろんなんがおるね、ほんまに。でも1台1台よ、ほんと。こっちはベンツじゃん。うわー、ツーベンよ。ね、はい、昔風に言うやつ、通便。通便で、まあ、カメロ、カメロ、これはね、あのレックスに、来てくれる。はい、2回来てくれて、今回も来てくれるらしいよ。初
ありがたいですね。ありがたい。何県の方ですか。四国の人だったと思う。そうなんだ、うん、すごい、四国からここまで。そうよ。うわー、GTR。ここは。GTR。うわー、なんじゃありゃ。あんまアメ車のイベントだったらなかなか見ない車が多いですね。そうだね、やっぱね、オールジャンルよ、はい、そこは。うわー、これも FD。 え待って、これ FD？ FD よ。 FD、 エアロー組んでこれ全 FD やね、2台ベールサイドのじゃろ。はい、かっこいいな。あーベールサイドのかっこいいよね、ボディキット。かっこいいね、この FD。スワロスキーとかもしてあってな。ねえ、キラキラしてる。色がいいね、すごい爽やかな。うん、ああ爽やか。こっちも渋い、なんか何とも言え、緑とも爽やかな。おばくんのサングラスと似たようなね似たような色っすよ。ああ、こっちね、こっちも、あ、こっちかな。もうちょっと定着してきたね、その。慣れました、チャラメガネがね、はい、それ、あれじゃろ、なん、いくらだったんかいね。これは、まあ、600円です。まあ、安い、お買い得。はい、買い物上手。はい、じゃ次行こう。すごい、音楽がいろんなところで鳴り響いてる。いろんなところでこう盛り上がってるけど ね、ちょっと音楽がすごい。すごい。こっちはイタシャが。この車はこういう、なんかなかなか見に行くかな。うわー、すごい。広島じゃん、ね、見んね。ちょっとあれ、なんか、いたしゃ率高くない？多いですね。普段あんまり民権、ほら、いたしゃのなんかレベルもなんか違う気がする、ね、車種がね、はい、この車種でいたしゃみたいな感じが多いです、ね、マーク X とか、チェイサー？チェイサーとか、スープラとかでもやってますね。すごい。もうほんまにオールジャンルとはこのことだね、はい、あ、FD おったよ。カワチー、カワチーのおったよ。ピンク、うん、ワイ、カワチーね、色がすごいね。ね、ドピンクだ。わ、でもそこまでいかつくなくて。ああね、外装はね、至ってシンプルな、シンプルな感じですもん、ね、でも後ろのあれはついてます、あのロールバー、パイプは。ああ、ここも全部ピンクなんだね。ねえ、綺麗に。これもいい色ですね。何これ、カムリか。これかっこいいな、これ。ワイドフェンダーですか。なんか色がすごいし、いい、緑？いい匂い。緑のような、なんかモスグリーンってやつか。うん、いい色、抹茶っていう感じで。ちょっとガンダムのジオン軍に降りそうな。ジオン軍に降りそう。うわー、ロードスター、これこういう色いいね。おお、なんかさっきのランボの色みたいな。近いかね、ベージュ系。 NA いいね、やっぱミルクチーや。ミルクチーか。ミルクチーや。ミルクチーや。ミルクチーや。カルアミルク。カルアミルク。カルアミルクや。なるほど。美味しそうに感じてくるね。カルアミルクっていう歌があるの知っとる？え、歌ですか？うん、歌。いや、わからんっすね。わからん。シャンミカが好きな歌なの。え、そうなん？ちょっと歌ってみてや。えひひえひひ。あるんだって、ほんまに。ほんまにそんな歌ある？聞いてみて。カルアミルクの歌って。ちょっともう一回、もう一回歌ってみて。なんでなの、もう一回。ちょっと聞こえにくかったっけ。イヒヒヒヒ。サビ、サビ歌ってみて。サビもある。どんなんだったっけ、サビ。いや、思い出したの。ちょっと思い出した。聞きたいじゃろ、お前。聞きたいけど、気になる。サビまである曲なんじゃ、それ。ちゃんとした歌よ。ちゃんと5分ぐらいあるよ。自作じゃないよね。違うよ。ちゃんみかと一緒にね、はい、どっかのイベント行くとき車に乗っとってね、はい、その歌がね、流れたんよ。あの、そうそう、 iPhone の。あ、曲なんだよね。社長のプレイリストで、懐かしいプレイリストみたいなやつを聴きよって。それによる。それが入っとってね。はい、
流れたんや。ミカ大爆笑。何やこの歌ってなるよね普通。でも今はあの好きな歌です。結構いいよ歌詞が。好きな歌結構いいよ。あミルクチーの。あミルクチーカルアミルクまたおるじゃん。カルアミルクまたおるじゃん。もうこの色がおるたんびにカルアミルクを歌おうや。どうぞ。カルアミルクでヘイ。いい歌いい歌。今の私の歌声が YouTube で配信されるんかと思うとね、コラボ来るかもしれない。カラーメリックから来るわけないじゃん。あこれかっこいいね。うわ色もガンメタ。あほんまにねシルビア多い多いですね。やっぱ人気なんですか。人気です。ほんまねいい値段するのにね。うん、うん、昔から乗っ取ってずっと維持して維持っていくっていう人が多い。ああそうだね。あ松田がここ並んでますね。ほんまじゃ松田はい。なんかディーラーに来たみたい。今のこの松田の、ね、ディーラーに来たみたいじゃない。ちょっとディーラーの受付みたいなのちゃんみかしてみよう。なんで今日すごい多くないですか。はいどうぞ。私ディーラー行ったことないけど。いらっしゃいませ。イメージ的にじゃあちょっと接客してみよう。こんにちは。いらっしゃいませ、はい、本日はどのような。ちょっとこの車が欲しいんだけど。あじゃ あおいごめんごめんごめん。あれあれそんなことだと思ったけど。いつカルアミルク歌うかな。急に店員がカルアミルク歌い出すっていう。やばい店じゃん。おるじゃん結構知り合いなんかなここは。ああそうかもね。ああそうだろうね。またこういう色が来ましたね。アース、アース系こういうの。わあまたおった。おいましたよ。どうぞ。ヒヒヒヒ。顔がもうなんか。いいですか。いいよ。はい。一緒。結構おるよ。ああ結構おる。ねえ多いね流行っとんだね。シエナも結構おるね。多いですね。またそこにもおるわ黒いの。本当だ。ちょっと私のね、うん、残念ポイント聞いてくれます。いいよ。トゲトゲがおらん。あーそうだね。あ一台も見てないまだ。一台もおらんね。そう言われればそうだね。BBS が多い。あめっちゃ多い多い。やっぱ定番ではあるよ ね、うん、かっこいいなこの。俺が若い頃から定番のホイールよこれは。BBS ですね。今も変わらずずっと人気な。すごいね老舗。あ、バイクもおるよ。あ、ほんまじゃ。なんなんこれ、乗れる。こういうカスタムいいね、かっこいい。ズーマー、え、普通に乗れるやつ。ズーマーよ。ズーマーは原付き。あ、50cc。 へぇー 50cc か。俺持っとったんよ。へぇこんなの。あ、こういう感じにしてる。そうそう、作ったね。ほんまこんな感じの作っとった。へぇ。で、俺乗ろうと思ってね。はい。これ作ったんよ。はい。俺体が大きいじゃん、はい、乗れんかった。そういう感じ。こんな感じになるってこと。うん、こんな修行みたいな。いやいやいや、そうだね。そうそう、そんなんなる。何だった今の。これすごくない。あーこれね、うん、これこっちもあるし、ここにも。そうそう、エングレービングっていう。エングレービング、うん、技術。技術すごいね。すごい器用じゃないとできない。そうだね。こういうのは手でやるんですか。ルーターそういう道具がある。あー、へー。これはもう株。あーいや、これはダックス。あ、ダックス。えーちっちゃい、なんかおもちゃみたい。あー、バイカーだっけね、俺。バイクは全然わからん。あ、バイクもいたしゃがおるんじゃね。あ、ほんまじゃ。これはカブですか。カブ、これはカブ。スーパーカブだね。へぇ、獣フレンズ。ビッグスクーター。すごいね、こんなんなんじゃ最近のビッグスクーター。え、なにタイヤは。なんかすごい悪い例えするけど、はい、おまるみたい。すごいね、近未来的な、なんかすごいデザインで。おまるってすごくない。ヘッドスキーみたい。
あーそう言われたらそうか、ね、確かにタイヤがね見えんけん、もしくはちょっとねあれに見えるわ俺、女性用ピーだね行きましょう、すごいねこれ、すごいなこれ、これはあゴールド、ゴールド、ゴールド、いい色じゃん、ゴールド、これちょっとミルクティーっぽい、ゴールド、ゴールド、あー綺麗な色、色が、うん、カルアミルク飲みたくなるね、飲みたくなるっすね、カルアミルクでショートバージョン、あバンダナがあるよ、バンダナが、あ誰かが落とす、ジーボーイズが紛れ込んどる、ジーボーイズじゃん、紛れ込んでますね、やべえじゃんマコちゃん、マコちゃんやべえじゃん、ちょっとまだ急に振られた、マコちゃんやべえくない、やべえうわフェラーリこれかっこええ、すごいねベタベタだね、うわこれフェラーリのなんていう、ちょっともうかなんなマコちゃん的にはどう、マコちゃん的にはグレートですグレートですベンツもいいですね、結構あーいいね、うわこのソーラーいいね、うわかっこいい、来た、いやかっこいいわ、この GTO GTO 来たよ、これ GTO これ GTO、 ぶち懐かしいこれ GTO よね、ええ違う、えこれはこれはどこに書いて、 FTO ですか、 FTO は違う、 FTO あ違うか、これ GTO よ、 GTO か、ガルウィングかっこいい、ここなんかすごいね、このすごいジオングみたいですね、これでも GTO 見に行こうって言ったけど俺こっちのソーラーかっこいいわ、はい、これかっこいいくない、かっこいいこのソーラーもかっこいい、これはかっこいい、ほんまにでも関東って見る車がもう、ね、見たことない車ばっかっすね、やっぱ地域差あるんですかね、このソーラーはね、あ左ハンジャ、うわほんまじゃんすげえ、めっちゃいいじゃんこれめっちゃいい、このソアラもう俺ドストライクベストオブ社長、うわ俺これ、へえ。ちょっとあいいね、左ハンなのがもうさらに、うん、どうちゃんみかどうこれ、そのソアラ好きです、あそこまでではない、あはい、ジェットブースに戻ってきました、じゃあミカさんが店番をしています、はい、今日のガラポンの景品です、今日は結構いいのがある日です、そうね、うん、そうですね、いい感じです、今日の周りはどう、今日はでもぼっちぼっちいい感じ、はあ、やっぱあれね、地域によってお客さんのあれが全然違うね、それ本当に思いました、そうだね、全国津々浦々ガラポン持って回っておるんで、うん、見かけた時には笑顔でやってください、ちゃんみかが喜びます、もしくは車を買ってください、お願いします、はい、エメッセ多かったね、車多かった、すごかったっすね、ね、すごい、関東の方のイベントあんまり根拠なんかあんまり見ん車が、そうですね、新鮮でしたね、なんか、ね、いろんなジャンルで見たことないのばっかり、アメシャじゃないいろんなジャンルだったんでね、はい、まあ楽しみましたが、今から約10時間かけて広島まで帰るけど、そうですね、今から徐々に台風が接近してきます、はい、小畑さん、スリップしないように安全運転で帰りたいと思います、はい、来る時の俺の赤車の二の舞にならないように、はい、じゃあ何か小畑さん感想ありますか、感想、もうたまにやっぱ来ると関東のイベント、面白いと思うんで、はい、カルアミルクの歌とかも聴けたし、ね、はい、いろんな歌が知れたんです、そうそうそう、うん、じゃあ次はもっと知っていきたいです、はい、チャンミーは感想は、なんか全体的に塗装が綺麗な色の車が、それはねやっぱね水銀灯じゃん上が、
照明が水銀と。ああ、そういうことか。それで写りも。そうそう、それでね、こういう屋内イベントは車が特に綺麗に見える。ワックスがコーティングがちゃんとかかっとるかかかってないかで、はい、全然差が出る。ああ、そうなんですね。大箱の車なんかもコーティングがしっかりかかっとるじゃん。はい。だけ綺麗。ああ、なるほどです。そう、そういうのもある。そういう、そう。あともう一個が、はい、なんかベージュっぽいような、ベージュみたいなカラーミルク色、カラーミルク色の車が多い件、なんか流行ってるんかなっていう。確かにね、いいね。じゃあここで1曲歌ってもらいましょう。締めの1曲を。嫌です。じゃあ覚えた感じでおばくん歌ってみてください。え、覚えた感じ。ジョジョジョ。何やジョジョジョって。あれ違った、ジョジョジョ、なんか擬音ジョジョみたいな感じ。カルアミルクと一致。記憶力かいね。昨日からやばい。ちょっとやばいじゃん、コバ君ね。昨日もご飯食べながら口から魂が抜けよう。そんないろいろあった、はい、関東幕張メッセの A メッセでした。はい、はい、じゃあ一曲もないということなので、はい、終わりましょう。はい、チャンネル登録と高評価お願いします。はい、お願いします。はい。